ターの皆さんを代表し、健吾選手の一番のサポーターであるご家族にご登壇いただきます。はい、奥様の佳奈子さん、お子様の龍吾くん、慶奈さん、リーナさんです。そして今日はサポーターを代表し、龍吾くんが健吾選手に手紙を書いてきてくれました。それでは龍吾くん、よろしくお願いします。僕は今シーズンで引退すると言われたとき、夢なのか現実なのかわからないぐらい驚きました。そして勝手にまだ先だと思っていたので、自然と涙がゴロゴロできていました。でも時間が経つにつれてお父さんの気持ちが分かりました。それがベストなタイミングなら、残りの2ヶ月間を全力でサポートし応援しようと思いました。そしてしっかりと目に焼き付けようと感じました。中村憲剛選手の18年間のサッカー人生は行き過ぎでした。優勝もして MVP も取って、ギネス世界記録も取って憧れる存在でした。2008年に僕が生まれたけど、その2日後のアジア戦のフリーキック、毎年自分の誕生日の日、その2日後のアジア戦でフリーキックを決めたねと、まだ0歳だったので覚えていないけど、3日後をしてくれる写真を見て毎年嬉しかったです。成長していくとともに、お父さんがサッカー選手だと分かり、自分もサッカーが好きになりました。その時点で常に憧れていたと思います。2016年の天皇杯、2017年のルヴァンカップ、もっと言えばその前にも準優勝でシルバーコレクターとばかり言われていたけど、2017年の J リーグで逆転優勝したので、モンタールの歴史が動いたなと思いました。その優勝は今までの準優勝の悔しさがあってこそだなと思いました。前十字を切った直後、前向きにリハビリをしていたよね。自分は高熱を出すほどショックだったけど、お父さんの気は違った。その頑張っている姿に僕はすごい人なんだなと毎日感じていました。コロナウイルスでクラブにも入れない、トレーナーさんにも見てもらえない、何度も苦境に立たされたけど、引き抜けてのリハビリをする姿を見て、全身全霊でサポートしようと思いました。サポートするのも決して辛くなかったです。視線が近づくにつれて楽しみで仕方がありませんでした。そして2301日ぶりの試合に、ゴールというのは一生の宝物になったと思います。サポーターにとっての岡村憲剛選手は愛される存在であって、どんな時も前に立って引っ張ってくれる素晴らしい存在でした。そしてプレーで人を楽しませ重宝される選手だったと思います。ここにいる人も、ここに来られなかった人も、川崎フロンターレの歴史を背負ってきた人だなと感じていると思うし、その歴史を変えた一人だなと感じていると思います。今年のフロンターレは 4-3-3 という形で12連勝という素晴らしい記録を作り、勝ち点83、得点88、得失点57という今までにない記録を叩き出しました。選手の皆さんにとってもたくさんのアドバイスをもらったり、常にお手本のようだったフロンターレのお父さんのような存在が、今年に引退するのはショックだったと思うし、自分もとてもショックだったけど、やっぱり物事は終わりがいつかです。いつか来るから美しくおめでたいことだと感じていました。でもやっぱり寂しいです。どんな時も前に立って引っ張ってくれて、僕たちを楽しませてくれたこと、言われるとあったけど、諦めずに頑張ったことで優勝もできて、僕たちが憧れる存在になってくれたことには感謝という気持ちしか頭にありません。悲しい時も悔しい時も共に乗り越えてきた仲間、家族としてありがとうと伝えたいです。引退おめでとう、そしてありがとう、サポーター代表。
ん、龍吾くん、慶太さん、リーダさん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも大きな拍手をお願いします。続きまして、中村憲剛選手と親交の深いスキマスイッチ、時田慎太郎さんと川崎出身3ピースロックバンド、シシャモの皆さんにご登壇いただきます。皆さん、よろしくお願いします。大きな拍手をお願いください。宮崎さんから花束の贈呈です。それでは時田さん、お子様の皆さんから憲剛選手へメッセージをお願いいたします。お願いします。はい、こんばんは、子様です。中村憲剛選手、18年間お疲れ様です。そして、フロンターレを大好きな全ての方へ、優勝本当に本当におめでとうございます。サポーターとして、この場に立たせていただいてとても光栄に思います。ありがとうございます。憲剛選手との一番の思い出は、2017年に私たち始球式を務めさせていただいたんですけど、その時に練習をしていて、練習しても外しちゃったんですけど、一発目は練習をしていた時に憲剛選手が来てくれて、でパス回しを一緒にしてくれたんですね。中村憲剛とパス回しをさせていただいて、もう本当にその感動は今でも忘れませんし、ずっと自慢していきたいなと。中村憲剛とパス回しをしたんだぜっていうのをずっと自慢していきたいなと思っております。そしていつもこのとどろきで元気と勇気をくれて本当に感謝しています。ありがとうございます。そして今回先生と時田さんと曲を作らさせていただきまして、今までの感謝を含めて音楽という形で返せることをとても嬉しく思っています。サポーターの皆さんにとっても大切な曲になってもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。時田さんからもお願いします。後輩でもある下の100点満点のコメントで僕は何を言っていますと真っ白になりましたけども、まずは今シーズン優勝おめでとうございます。2020という大変な年ですけど、毎週勝つだろうなと思って見ている試合をとても楽しみで、きっと皆さんもそうだと思いますし、その中に、特に最初の方ですけども、中村憲剛という名前がいない、そういう寂しさも感じている方もいらっしゃっていないかと思いますけども、やっぱり復帰でしっかり点を決めるところも逃らせるかなと思いますし、僕と初めて会ったのが15年ぐらい前の牧笛ぐらいかなだと思うんですけども、一番最初僕と握手した時にものすごい手が震えていて、本当に芸能人だって言われたことを今でも覚えてますでもそのやっぱりその15年前のそこから、その時僕は、僕らスキマスイッチはちょっとだけいい感じでした。でその風に知り合ったんですけども、やっぱその辺からずっとライバルとして僕は中村憲剛を見ていて、憲剛がワールドカップに出たりとか、そしてやっぱりシルバー国家だととはいえ、やっぱり家はすごいことで、日本で2番目のチームの、そしてそこで司令塔としてっていう活躍してて、毎回僕は悔しくて、それを見ながら自分は何をしていくかと思って、自分に勇気を打って15年やってきましたけども、さすがにこの景色を見ると負けました。今日は本当にもう素晴らしいと思います。この景色、おそらく中村憲剛自身も忘れないと思いますし、まだまだサッカー選手というのは引退の後からの方が全然長いというふうに言われていますけども、おそらく、
県民にまた、僕の、魂というかその悔しさというものをどん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 、刺激してくると思います。これからも先ほど岡山君かなり言ってましたけども、代表の監督になると言ってましたけど、僕もじゃあ2人目ということにしておりますので、代表監督してまた僕の、ライバル心を崩してその時まで僕もちょっと頑張ってきますのでお願いします。でやっぱりいろいろと伝えられることはやっぱりあるんですよ。やっぱり近くにできたんで、ただその気持ちは全部確認取れましたので、試合も皆さんも心よく引き受けてありがとうございます。なので4人で作ったということで、ぜひ後ほど見ていただけるといいなと思います。とにかく引退おめでとうございます。
それではここで中村憲剛選手より皆様にご挨拶申し上げます。中村憲剛選手、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。川崎協会の中村憲剛です。まずこのコロナの新型コロナの影響で外出するのもままならない大変な中、そして寒い中、ここに足を運んでくださった皆さん、本当にありがとうございます。そして、ザゾンさん、僕のような人間のために、僕のような人間の引退セレモニーのために、ここに来れなかった人たちのために生配信をしていただき、本当にありがとうございました。ずっとこの日が来ないことを、まあ、考えていて、けど今新田さんと下物4人で作ってくれたこの V を見て、ああ俺引退するんだって思いました。多分どこかで、まあ、会見もしましたし発表もしましたし、自分の中では他人事のようなところがあったんじゃないかなと思ってました。今思います。それはけどこれだけの人が来てくれて、まあ最初から消防車はしごすごい高い消防車がラマク出してくれたり、桐谷さんチャリコで走ってくれたり、そのパトカーを追っかけたり、最初は本当にこのクラブやっぱすげえなって思ったんですけど、けどそれは全部自分のためにやってくれたことで、みんなありがとうって、町子さんもそうだし、陸前の皆さんもそうだし、まあ、OP の選手たちもみんな言ってくれましたけど、ありがとうを言いたいのは僕の方です。もう本当に何でもない大学生を拾ってくれたフロンターレ、感謝しかありません。本当にありがとうございました。僕はフロンターレで笑ったことがあって、 J リーガーっていうのはお金を稼いでいい車に乗っていいものを買って食べてサッカーをすればいいって、僕は入る前本当にそう思ってました。けどこのクラブに入ってそうじゃないことに気づかせてもらいました。それは地域密着に、川崎市の皆さんを笑顔に元気にするという合言葉を持ったクラブに僕は入ったことで、本当に多くの方と接し、本当に多くのものを学び、何より僕自身が皆さんと触れ合うことを楽しみにしてました。今でも忘れません。2003年開幕戦雨でした。3、4戦にしか入りませんでした。本当かと思いました。それでも地域密着を続けて皆さんと共に歩んできた結果、今フロンターレはこれだけ大きなクラブになりました。もうこれは本当に先輩たちから始まって、関西フロンターレを強くしたい、いいクラブにしたいと思うクラブ、サポーター、スポンサーの皆さん、本当にみんなが同じベクトルを、同じ方向を向いた結果だと僕は思いました。これは多分自分がただサッカーをやってればいいっていう発想の人間だったら、ここまで
プレイヤーとして続けれませんでしたし、フロンターレもここまでこう地域の皆さんを巻き込んでここまで大きくなることはなかったと思います。だ本当にそういった意味で僕はフロンターレに拾ってもらって心から良かったと思ってますし、この18年間本当に感謝の気持ちしかないです。だから僕はこの後今いる選手たち、クラブのみんな、スタッフのみんな、サポーターの皆さん、スポンサーの皆さんがこれまで以上に愛する、愛されるクラブになっていってほしいなというのを心から願ってますし、フロンターレに関わる一人一人がフロンターレ愛を持ってそれぞれがそれぞれの立場でフロンターレのために戦ってほしいなと心から思います。今フロンターレに入りたい、フロンターレを目指している子どもたち、僕自身は小さい頃、まあ、さっきも V で流れてましたけど、高校入った時は、まあ、小学校の時は本当に小さくて、高校入る時も小さくて、まあ、今も体は華奢ですし体も強くないですけども、40までプレーすることができました。何が言いたいかっていうと、体の小ささとか身体能力の低さはハンデじゃないということです。おそらく小学校、中学校、中学生、高校生悩んでる子いっぱいいると思います。けどそうじゃないと僕のキャリアが言ってます。みんなに可能性があります。子どもたち一人一人にはそれを自ら蓋をしてほしくないし、指導者の人たちもただ小さいから使わない、足が遅いから使わない、そういう目線で見ないでほしいなと心から願っています。逆にそのハンデをチャンスだと思ってください。周りの環境とかチームメイトとかに文句言ったりそういうのは一切関係ない、全部自分にベクトル向けてください。そうすればその気持ちを持って一日一日頑張れば必ず道は開けます。そして周りが助けてくれる。なので今サッカー選手になりたい、でもちょっと悩んでる子供たち、もう一回明日から新しい気持ちでボールを蹴ってほしいなというふうに思っています。そして川崎フロンターレはこういうふうに頑張った選手にこういう素晴らしい舞台を用意してくれる最高のクラブです。フロンターレはもっと選手たちがここに入って一人でも多くこのような舞台で引退セレモニーがまた行われることを僕は本当に心から願っています。最後になりますが18年間、まあ、ちょっと最後ベンチできついしまいましたけども、この年齢になるまで大きな怪我もなくプレーできる体を産んでくれた、そして育ててくれた両親、そして小さい頃から応援してくれて今でもずっとサポートしてくれてる姉みたいな、本当にありがとう。僕はみんなのサポートがなければ、まあ、サッカー選手になってないと思いますし、ここまで頑張れなかったと思ってます。本当に、2人の子供で良かったと思いますし、中村家の人間で良かったなというふうに思っています。そして先ほど素晴らしい文を書いてくれた息子、そしてリュウネ、そしてケイナ、リーナ、本当にありがとう。パパは3人がいたからここまで頑張ることができました。3人にこの景色を見せられて父親として本当に誇りに思います。みんなと悔しい思いした時期もありましたけど、一緒に優勝を喜べたことは僕は一生忘れません。
そして、カラボさん。僕は多分、聞き換えなければ。ここまでには座ってなかったと思います。どんな時も、ポジティブなことを言ってくれて、前向きに、自分とは逆のことを言ってくれて、僕を引っ張ってくれた。本当に感謝しかないです。あなたと会ってなければ僕はここまで立ってなかったと思います。本当に出会ったのは4年からですけど、18年間、本当にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。本当に最高のプロサッカー選手生活でした。川崎フロンターレに入って本当に良かった。みんなに会えて良かったです。僕は頼もしい後輩たちにフロンターレの今後を任せて先のステージに進みたいと思います。これが多分選手として最後に話す言葉になると思いますが、僕は今日のこの景色は一生忘れません。本当に本当に感謝しています。フロンターレ最高です。ありがとうございました。それでは、花火は、よろしくお願いします。